はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス。じゃあ続きをやっていきたいと思います。ちょっとインフォメーションのところですね。通信障害が出てましたということで、来てますね。ちょうどやってた時ですね、セイレーンの塔、あれなんか繋がんねえなってなって、少しちょっと動画が、カットされた部分も出てしまいましたけれども。で、これでなんかね、ラピスをね、くれるみたいなんで、ちょうど来てますね。通信障害のお詫び。ラピス200。これでラピスが500溜まったんで、ちょっと先にレアガチャを引いてから行きますか。召喚。500個使いましょう。もういい加減さ、レア4出てきてほしいんだけど、これは明らかにレア3だね。なんかね、こっからね、進化する時もあるみたいなんですよ。見たことないんでわかんないんですけど。いやー、出ないなー。ローゼリア。これローゼリアなんだ。誰か知らないけど。ローゼリアは魔法キャラっすね、多分。ブラナ、ポキャル、ポイゾナ。回復系をちょっと覚えてますね。ただ、ケアルがない。レベル11と24と36でなんか覚える。祈り。一定の確率で味方全体のヒットポイントを回復。これはクリフトっぽいな。ドラゴンファンタジーでいくと。OK、OK。ちょっとレベルは低いんで、このままっすね。じゃあ、グランシェルト地下道へ入っていきましょう。もうラスエルは完全に外れてるけど、話に参加するだけだな。さて、城内への最短コースを最速で突っ切るぞ。地下道は入り組んでいる。迷うなよ。ゆっくりだよな、相変わらず。立ち止まってんじゃねえかよ、しかも。問題ないさ。ここは俺の庭のようなもんだし。地下道が庭って嫌だな。訓練をサボって逃げるときはいつもここを利用していたからな。そうか、訓練サボってたのか。この騒ぎが終わったら地下道への出入りは厳重に管理することにしよう。訓練サボってて、クソ、ちゃんと訓練していればもっと強くなれたのに、みたいな。そりゃないだろう。だいたい地下道にもさ、魔物が出るって。おお、召喚獣もつけ始めてる人がいますね、やっぱり。じゃあこの人を連れてきますか。こいつら、俺たちが城内に行くのを邪魔しているみたいだ。まさか、モンスターが意志を持っているのか？モンスターってさ、どういう、あれなの？設定なの？モンスターは意志あるだろう。本能的なものが。またこいつらか。もう雑魚だな、完全に。おっと、イエローゼリーはちょっとね、攻撃にはタフだから。とはいえ2ターンあれば楽勝だな。魔法キャラはどうなんだろうな。2人入れてもいいのかな。フレンド枠を抜かすと5人ってことでしょ。パワーキャラ3の魔法キャラ2。そんな感じでいくか。会話飛ばしちゃった。襲ってくるタイミングや出現する場所に戦略的なものを感じる。つまりこいつらを操る何者かが存在しているということか。ああ、問題は誰がモンスターを操っているのかってことだ。黒幕か。お金がな、欲しいんだよな、今お金。50円か。まだ半分だな。で、グランシェルト地下牢水路。誰を連れていくか。この人を連れてってみよう、魔法キャラ。レベル17。レベル11で確かなんか1個覚えるって言ってたから。まだ門は無事だろうか。グランシェルトの守りが固い理由は強固な門の存在だけじゃない。民は陛下を守るため日々腕を磨く騎士が揃っているからだ。仮に門が破られても簡単に城が落ちたりはしないさ。ああ、そう信じたいな。てかレイサボってたんじゃないの？バニッシュを覚えるのかな多分。なんか間違えてポイズンの使っちゃったよ。まあいいやイエローゼリオ、おお倒したー。ゾンビー伸ばすんだ。アラジンやっぱりなんか攻撃力弱いな。ちょっと次の戦闘あたりでみんなの攻撃力を見てみようかな。もう一回このワイルドラットを相手に、まずはアラジン353570、あ3回攻撃か。クルルはちょっと攻撃はね弱いと思うんだよね。お強え全然強えレインは180125、あー2回攻撃でこれだけ当たるのか。ちょっとイエローゼリーが相手になっちゃってるからな。あんまりフラン弱えな。ティナは3回攻撃か。まあイエローゼリーにこれだけだったら、うん、そこそこ期待はできるかな。ちょっとイエローゼリーじゃ検証にならないっすね。次の敵でティナとフラン、この2人を比べてみるか。ゾンビ相手にティナが59 全然わからんなんか3回くらい攻撃してたな。フラン弓1回でしょだって119。なるほどね、ちょっと弱めだな。フランはサポートキャラ的な。おストーンって何、石になるとかやめてよ。石化とかな、やられると死亡したのと同じだからな。そして召喚が全然たまんないな。あボスだ。ちょっと応答を解除して。サメじゃないか、ただのサメといえば雷鳴剣でしょ。でサンダラ打って、レインは一応フレームソードが打てるから、でサンダービームにしよう、足りないから。フランは乱鳴活殺傷、ローゼリア、やることがないから祈っとこう。祈れ、祈りは天に届かなかった。そうですか。おおやっぱり雷に弱いな。魚太郎、ああラケは全員っすよね。おお結構強い。ちょっとまたボコすか。次のターンで確実に終わりだな。まあ大丈夫、耐えられる。これをね2回3回ってやられるとちょっときついっすけど。よーし、地下道の奥から妙な気配を感じるな。俺もだ。嫌な胸騒ぎがする。モンスターが待ち構えているってところか。こいつら嫌な予感ばっかりしてんな。金だよ金。俺は今金が欲しいんだ。50再編アイテムはいまいちよくわからん。グランシェルトの最奥。誰連れてこっかな。セシルだけどセシルじゃないこの人。なんか名前はかっこいいよな。みんな梅干しとウケる。シャドウ連れてくか。レベル26かなり高いな。レイン、そろそろ地下道の奥だ。準備を整えろ。やばそうなモンスターが来るぞ。ああ、分かってる。サクッと倒して早く地下道から出たいぜ。じゃあお望み通りサクッといきますか。下のやつ何も落とさなかったな。イエローゼリーがねどうしても。倒した？おお倒した。だいぶ強くなったな。これ経験値のまで経験値上げていかないと多分だいぶ辛い戦いになってたんだろうな。そして召喚のゲージが全然上がらない、まあ、敵が弱いから召喚魔法使わないですけど、これでもう4分の4でしょ。やばそうなボスが出てくる。ちょっとオート外すか。ボスバトル。おー、シトローム。なんだこいつが親玉なのか。イカみたいだな。イカなら海にいろってんだ。倒すぞラスウェル。これも絶対サンダーでしょ。だってサンダー剣。クルルもサンダラ。ティナはサンダービーム。プランは、あ、デプロってかけとこう。で、こいつファイヤーしか覚えてないから攻撃をするとして、シャドウは何がある？なんもない。マジか。まずフランでデプロってをかけよう。下がったよね、これ。で、サンダー剣。どうだ ?138。サンダラ。おお！こいつら、あれか。FF4 に出てきたやつなんだっけ、名前忘れたな。足がいっぱい。オルトロスじゃなくて、オルトロスはタコだ。ま、いいや。わー、足の分だけ。そうだな、触手。ってことは、まずクルルは絶対サンダラだな。で、フランはどうしよう。でも本体狙いでもいいか。サンダー剣。触手をまず倒す。てかめっちゃオーバーヒットしてんな。でリピート。リピートでサンダラを打ってくれるでしょう。これもう本体倒せんな。墨。あー、しかしそんなものは無駄だ。あ、ミスってるやっぱり。かわいそうに。よし、これで地下道のモンスターを片付けたぞ。あとはその先の階段を上がればグランシェルト城内だ。陛下は無事だろうか。やけに静かすぎるな。注意して進むぞ。だいたいさ、モンスターが襲来してんのに静かっておかしいだろ。もうやられてるよ、残念ながら。よし、ラピス100。もうラピスが重要っすからね。グランシェルト城内が出てきたので、というところで、じゃあ次回はグランシェルト城内やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。